is what you came for. Lightning strikes every time. で、人数は何名？2名。2名。はい。車は1台。1台です。一泊ね。はい。合わせて2400円。よし。And everybody's watching her, but she's looking at you.6月24日土曜日、夜通しの森キャンプ場に来てます。最近ここ1ヶ月半出張に行ってて、平日は月曜日から金曜日までビジネスホテル泊まってるんで、土日こそは家でゆっくり寝ようかなと帰ってきてキャンプに来ました。テントの方が気持ちいいかな。まあしっかり癒されてまた来週出張に行こうと思ってます。で、今日は晴れてますけど、明日は雨予報なので、まあ、雨が降ってきたらさっさと片付けて帰ろうかなと思います。じゃあ設営します。はい。北海道を持ってくエクスポネントツーリング 2.3 タープ付きのテントです。で、もうこれで仕上がりの状態にしたくて、今回はニューギア多々あります。テーブル、棚、もろもろですね。で、今日もジムに行く。ではちょっと遅くなりましたけど、昼ご飯食べます。焚き火もあるよ。よいしょ。はい、ニューギア。キャンプの YouTuber さんは、まあ、だいぶ知ってると思いますけど、ようやく手に入れました。これね、すごいいい香りがして、木のね、香りがして使いやすい灰皿です。最高。満足。味も違う。味は一緒。味は一緒か。味は一緒。周りがね、ちゃんと綺麗できてる。おすすめ。超いいよ。これ使いやすいの、これ。これ火消しもついてるし、これが捨てるときに、これごと捨てれるから。そうだね。おすすめ。Amazon で今なら、定価いくらかな、2980円が1780円ぐらいで買えます。安い。いかがでしょうか。宣伝してる。宣伝。ご飯です。ご飯を、今日も1号、今日も1号、安定の1号。ご飯を炊いちゃいます。2人で1号。お腹減ったね。腹減った。今何時だと思う？今？わかんない。何時だ？結構入れて。これね、2合炊けるんだから、うん、これ結構入れてんの。でもビチャビチャにはなんないからね。そうね、固めだから。今何分だろう。点検しちゃったんだ。時間が分かんない。さっきあのスマホで Wi-Fi をつなげるようにしたの。まだスマホで画面見ながらピッと撮れる。今の設定があって。
コロナ行っちゃおうかな。ん？今日はあのちっちゃいやつ。コロナの。コロナ1本飲める。実は中身量は一緒だ。でこれなの。あ、そう。ちょっとなんかおしゃれっぽいじゃん。乾杯。何かのビールに、これにあれだ、レモンを落とすともうちょっとなんか、うまくなる。あ、わかる。コロナワイスピーフ、ワイスピーフ。ご飯を炊き始めました。ご飯を炊き始めました。今何分？今はでももう分かったから大丈夫。今56分。11時56分です。もう分かっちゃったの？え？もう分かっちゃった。分かった。あれにもついてんだ、あのなんだっけ、ランタンスタンド。そうなの。ちょっとブクブク。まだ平気なの？まだ平気。これが止まったの。うーん、まだ2、3分なの。あ、オートポリス予選やってるけど。これはでもまた開けるまでわかんねえからな。まあね、ほんと開けてみないとさ、どうかよくわかんないんだよね。お願いしました。チキンですよ。チキンの準備ですよ。今日は 300g です。チキン 300g。 どうもうまく焼けるかな。もう慣れっこだもんね。慣れっこだよ、もう筋を切るように。硬い？いや、大丈夫。ニューギアのん？フォーク。ウビネルフォーク。違う、こっち。俺、やっと手に入れたの。このニューギア。大きいフォーク欲しかったのね。大きいフォーク欲しかった。使いやすい？超快適だ。でもさ、刺すとこが3つしかないからさ、いっぱい刺さないとダメなんだ。給食スプーンのデカ版だ。給食スプーンのデカ版。フォークとスプーンと両方みたいな。
これでも結構鋭いよ。とんがってる？なんか裏側は塩コショウした？出さなくて出した。今日の猫はどう？いや、今日も大丈夫そう。おいしそう。よかったね。快適だね。なんか全然前回のモクミより快適だもん。何がいいの？まずいっぱい忘れてくる。フライパン忘れたし忘れすぎなぐらい忘れたし包丁、包丁ナイフねえし三脚ねえしそうどうしたっていうぐらいなかった。はい、チキンが美味しそうだね。今日はニンニク醤油、ニンニクの香りがね、ものすごいね。でもキャンプだから、ノープロブレム。ノープロブレム。誰にも合わない。お肉が焼けました。ニンニクソース。ねえねえか。香りしてる、うん、すごいいい香り。なんかね、止めた？え、焼けてる。焼けたやろ？止めた。止めた？この間の二の前にならない。大変な。下で切る。よし。うん、超うまそう。よく焼けてる。よく焼けてるでしょ。もうチキンはもうテフロン加工なら完璧だよ。お手の物ですからね。お任せあれ。あ、でも今日のすごいね、ジューシーだ。なんかね、うん、美味しそうだよ。難しいな、これ下で切るとやっぱり難しい。フライパンから直じゃない。そうだね。ニンニクソースたっぷり。絶対これニンニク臭いよね。これはニンニク臭いな。今日のご飯ちゃんは今日のご飯に行く。うるわ、ちょっと水っぽい。大丈夫。よく炊けてる。うん、よく炊けてる。今日もよく炊けました。オッケー。満足そうだ。満足そう。俺これかな、この間よりいいかもしれない。だってさ、あ、なんかいい感じだね。食べますよ。チキンです。いただきます。ニンニクいいね。ニンニク初だ。うん、醤油いい。うん。
くり食べたいと思います。道の駅同士でキムチゲット。キムチ、キムチ、これはこれ、ね、すごいうまいらしいんですけど、ナミちゃんキムチ漬けの長芋キムチ、長芋キムチがね、やめられない止まらない美味しさらしいです。噛んでるよ、なんかやめられない止まらない美味しさらしいです。某YouTuberが言います。食べてみて、結構大きい感じだね。うん、なんかね、山芋だからね。長芋、長芋で、長芋、いただきます。うまい。おいしい。長芋のキムチが初めて食べたことない。うまいね。なんかあのスライスとかじゃなくてブロックなんだね。ブロック、でっか、豆腐みてえ。これね、これうまい、最高。おいしい。辛い、辛、でもね、辛い、ちょっと辛め。なんかな、うん、うまい。よかった、人気なのかな。人気なんじゃない。Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves.